保護犬ひよこ166号との出会い。これからね、犬を飼おうかなと思っとる人とか、保護犬に興味がある人にちょっと聞いてもらえばなと思って。この子の名前は最初はね、ひよこ166号やったん。俺が初めて出会った日の映像。いやーかわいいね。ふがふがレスキュークラブっていう保護団体さんのサイトで見つけたんやけど、名前はね、ふがふがレスキュークラブのふがと大阪の育江っていう地名の絵を取ってふがえ。ふがえとの出会いについて今日は話そうかなって思う。もともとね、犬が大好きっていうのがあって、知り合いの犬を預かったり、依頼を受けて犬の絵を描くことが多かったんよ。犬の絵を描くときはね、その子の性格とか生い立ちとかを聞いて、自分の中でイメージを膨らませて描くんやけど、その生い立ちを聞く中で、この子保護犬だったんですっていう飼い主さんが何人かおったんよ。保護犬って何やろって思って、いろいろ調べ出したんよね。ふがふがレスキュークラブっていう保護団体さんのサイトを見てね、うわ、めっちゃ可愛い子おるやんって思ったのが最初。保護犬って言ってもね、大型犬から小型までいろんな犬種がおって、このひよこ166号みたいに犬種がはっきりしと犬もおったらね、雑種もおるんよね。そしてね、里親が見つかりやすいのは、犬種がはっきり分かっとる小型犬なんよね。問い合わせよっかなと思ったけどね、まあ俺なんかより素敵な飼い主さんがね、速攻で見つかるやろうと思ったけん、見守ることにしたんよね。毎日ね、そのサイトを覗いて、様子を見よったんやけど、1ヶ月経っても2ヶ月経ってもね、もう全然飼い主さんが決まらんで、なんでって思い出したんよね。問い合わせのメールを作っては送るのをやめて、そういうの繰り返しをしよってね。まあ俺が一人暮らしっていうのもあるし、職業がね、アーティストっていう安定してない職業っていうのもあってね、素敵な飼い主さんが見つかりますようにって毎日祈っとったんよね。そんなこんなでね、半年過ぎたんよ。でも半年過ぎたぐらいにね、もう気になって仕方なくなって、問い合わせのメールを送ったんよね。そしたらね、すぐ返事が来たんよ。両目が失明しとうっていうことと、重度の呼吸器の病気があるっていうことと、もともと繁殖犬でね、背骨も変形しとうっていうのと、皮膚病もあるって、それで里親さんが見つかってないんかって、その時初めて知ったんよね。まあ後から聞いたんやけど、このメールを送ったらほとんどの人が連絡をくれなくなったって言いよったね。まあでもね、なんかあるんやろうなっていうのはね、うすうす感じとったし、もう半年以上毎日見とったのもあってね、なんか俺を待っとったんやろうなって、なんか不思議な縁みたいなもんを感じてね、滋賀でもどこでも会いに行きますって返したんよね。博多からね、会いに行く俺に気を使ってくれてね、大阪の育江ってところで面会することになったんよね。で、これが最初に出会った時の映像やね。かわいいね。部屋の隅っこにね、じーっとしとって全く動かんかったけんね、聞いたんよね。そしたら、目が見えてないけん、慣れてない場所やったら、背中に壁があるところじゃないと落ち着けんって言いよったね。ずーっと不安そうにしとったけんね、ちょっと手をこう差し伸べてみたんよね。そしたらね、嬉しそうに体を寄せてきたんよね。こう自分が品定めをされとうのがね、分かっとうかのように、こう俺に気に入ってもらえるようにさ、頑張っとうように見えたんよね。これが初めて抱っこした時の写真かな。もうなんか愛おしいと思ってね、俺里親になりますって速攻で言ったんよね。保護団体さんもめちゃくちゃびっくりしてね、もうかなり大変ですよって、ずーっと付きっきりで見とかないかんし、病気もたくさんあるけんね、お金もかかるしさ、もう若いのに大丈夫ですかって、人生変わりますよって言われたんよね。その時にね、俺の人生かけてこの子を守らないかんって、初めてね、何かを守りたいっていう感情になったんよね。絵を描くっていうのが仕事やけんさ、仕事中でもずっとそばにおることできるし、長い時間留守番もさせんし、異常が見つかったらすぐ病院にも連れてっていけるけんね、俺以外に家族になれる人なんておらんじゃないかなって本気で思ったんよね。もうね、絶対里親になるってね言いまくってね、保護団体さんがね、快く許してくれて、うちに来てくれることになったんよね。これが譲渡の日やね。譲渡の書類書いて、いろいろ説明受けとうとこ。それで、ふがえと幸せに暮らしました。めでたしめでたしって言いたいとこやけど、こっからがやばいんよね。付きっきりでお世話したりね、病気もね、たくさんあるけんね、週に1回は必ず通院して、呼吸器が悪いけん、酸素ハウスを家に設置したりね、治療費が高い時は月に20万超えることが続いたりね、もうね、自分が食べていけんくなってね、もうマジやっべえと思ったよ。治療費のためっていう理由やけど、本気で絵描いて頑張って、大きなお仕事もたくさんさせてもらったしさ、今こうやって好きなことして生きてっとうのもフガのおかげやなって思う。でもね、マジでやばかったけんね、もう目が見えんけん、トイレの場所がわからんで、家中おしっことうんこまみれになったりさ、自分のご飯買うのもったいないけんさ、毎晩魚釣り行って、それを食べたりね、ちょっと言い出したらキリがないけん、フガエと俺のドタバタ生活の話はまた今度。結局何が言いたかったかっつったら、病気の保護犬を買うって本当に大変なこともあるけど、まあでも幸せよ。なんか参考になるような話が全くできんでごめん。小学館のペットモローっていうウェブサイトで出会いについて詳しく執筆しとうけん、よかったら見てみて。概要欄に貼っとくね。これからもフガエともどもよろしくね。見てくれてありがとう。それじゃあね。出会った時、フガエはすでにおばさんでした。年下ですが、僕がフガエの里親です。とてもとても幸せな出会いでした。やっぱ可愛いわ。またフガエとの生活のこと載せるね。